はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ニキータです。私がなぜロシアにやってきたのか、そして1997年からロシアでどうやって暮らしてきたのかをここ数回お伝えしてきております。励ましのコメントや貴重なご意見などいただき、ありがとうございます。本当に皆さんの温かいコメントが動画を続けるモチベーションになりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今回は1997年からのロシア生活の最終版をお届けしたく思います。また、ラジオ感覚でお聞きいただければと思います。どうぞ最後までお付き合いください。ロシアの政府高官だったパートナーのお葬式に私も参列しました。ご家族や親族、友人たちと遺体安置所からお墓に行き、そして埋葬しました。短い間でしたが、いろんな勉強や体験をさせていただいて、今も心からこの方には感謝しております。本当に悲しい別れでしたが、ただこのパートナーとの死別後に、もう日露の友好関係構築に貢献する夢は途絶えたな、という失望感もありました。ロシアでは埋葬後に皆が集まって故人を偲ぶパミンキという追悼晩餐会があります。ここでお葬式に集まった人々がテーブルを囲んで献杯を行います。レストランを貸し切って行うこともありますが、私のパートナーの場合は、彼が卒業したモスクワ航空大学、通称マイーの中の一室で行われました。このマイーの学長さんがパートナーの友人だったそうですが、学長さんによれば、パートナーはソ連版スペースシャトルブランの一部の設計に携わっており、何らかの技術に関しては特許も持っていたとのことでした。ほんとすごいお方だったんですね。この追悼晩餐会では各自が献杯を順番に行っていきまして、まあ私も緊張しながら献杯させていただきましたが、まあその献杯はウォッカでしたので、数十名のね、その献杯の度に杯を飲み干すのは非常に大変でした。一時すると、その参列者の中から一人の方が近寄ってきました。この方も独特のオーラがあってただものではないのは酔いながらもわかりました。その時は酔っ払ってましたのであまり記憶ないんですが、まあ名刺をいただいてですね、連絡先を交換したのは覚えてます。名刺にはロシア国旗はなかったですが、これまた相当の和紙のマークが入っていました。それから数日してですね、その方から電話があって会うことになりました。確かどこかのカフェであったように記憶しております。まずは席について、まあ、軽く世間話とかしてたんですが、その時に私の携帯が鳴りました。まあ私もその着音消すのを忘れていてですね。まあその私が当時入れていたパトカーのサイレンの着信音が鳴り響きました。するとそのお方は無言で私の目をじーっと見つめるんです。じーっとです。そのお方はですね、ブルーアイなんですが、まあなんと澄み切った目をしてる人だと最初は思いました。それからすいませんって言ってすぐに電話を切りました。しかし、まだじーっと見つめられてます。この無言の威圧感っていうのはですね、人生で初めての体験でですね、本当にですね、心の奥底からゾッとする眼差しでした。ただものではない。私はそう確信しました。まあその後はなんとか機嫌を直してもらって、まあその後もですね、数回あったんですが、ある時彼のオフィスに呼ばれました。速攻で会いに行ったんですが、彼はまだオフィスにはいませんでした。部屋に通されて待ってたんですが、まあ開いたドアから見えたですね、私の前を通る人々は皆軍服を着ていてですね、しかもあのでかい星が一つ二つとついてました。一つで準将、二つで少将ですからね、ちょっと緊張が高まります。ちなみにその後分かったんですが、この方に呼ばれていくと必ず待たされます。1時間程度であればまだいい方で、3時間も待たされることもざらにありました。彼がようやく到着して、遅れてすまないと部屋に入ってきました。彼も軍服を着ていてですね、なんと片将はでかい星が3つ、中将です。と思っちゃいましたが、まあ道理でただものではないはずです。現役バリバリですからね。その時はオフィスで 1,2 時間会議をした後、彼の車で送ってもらうことになりました。彼はその時は黒塗りのベンツに乗ってましたが、まあですね、ジェームスボンドのようにもうね、道路で飛ばすわ飛ばすわでね、警察に捕まりますよーと心の中で思っていたんですが、そしたら案の定ですね、道路に立っていた交通警察が車を止めました。どうするんだろうと思ってたんですが、そしたら警官がその窓を開けるようにって言ってですね、コンコンコンと叩きました。彼は静かにウィーンと窓を開けて、ぬ、人って言ったらですね、その当時はね、常に横柄で有名だった交通警察もですね、ビクッとして背筋を伸ばして、失礼しましたと言って敬礼しました。まあこの当時の交通警官、本当横柄だったのでですね、このシーンを見てスカッとさせられました。彼のパワー、片将の威力というものを見せつけられた瞬間でした。まあね、その亡くなったパートナーとは違って、まあ最初の頃はこのお方には気を使いましたね。
まあね、でかい星が3つということは、外国の首脳にも会える立場なんですからね。最初はそんな関係でしたが、会う回数が増えていくうちにですね、徐々に打ち解けることができました。ロシア語にはですね、あなたという言い方には2通りありまして、 V と T と言います。目上の人や年配の人、まだ友達でもない関係の人には V、 そして仲がいい友達などには T を使います。彼のオフィスにはたくさんの将軍たちがいましたが、軍関係というのはこういうのは厳しくね、それでランクが下の人はみんな V で呼ぶんだろうなぁと思ってたんですが、皆さんですね、ランクに関係なく友達関係の T で呼び合っていたのには驚きました。まあ日本人感覚ではね、目上の人には敬語を使うのは常識ですが、まあロシア人ね、こういった場でも意外とフランクなんですよね。ちなみにですね、このお偉いさんはですね、プーチンさんと同い年です。そしてまあ全体的なフォルムもこうなんとなくプーチンさんと似てました。実は私はですね、その潜在意識にインプットする際にプーチンさんと会うイメージもインプットしてたんですが、さすがにそれは実現しませんでしたが、まあフォルムは似たお偉いさんに会えたっていうのは、これも潜在意識のおかげかなと思いました。まあですね、時が経つにつれて私も緊張することなく話せるようになってきたんですが、ある時ですね、その内容は言えませんが結構シビアな会話をしていました。すると彼の携帯が突然鳴りました。ロシア語ではハローじゃなくてアローとかアリオとか言います。彼が電話を取ると切れます。話を続けるとまた携帯が鳴ります。彼が電話に出ると切れる。それが 2,3 回くらいありましたね。そこで私が冗談で、我々の会話が盗聴されてるんじゃないですかねって言ったんですが、彼はそのふっとか言って、なんか棚から何かを取り出しました。なんだか手帳のようなもので、それを私にバーンと見せたんですよ。その手帳のようなものっていうのは彼の昔の身分証でして、まあ詳細は言えませんが、ランクはその時よりは下ですが将軍クラス。写真は同じなんですが名字は違ってました。ただその身分証を見てですね、私は一発で納得しました。盗聴されるわけがないと。まあですね、その後知ったんですが、このお方はですね、なんと元ロシア貴族の家系のお方だったんですね。ご存知でない方のために説明しますと、ソ連は万人皆平等を掲げていた労働者階級のプロレタリアートが1917年にロシア革命を起こし樹立したわけですが、まあ彼ら労働者階級によって、まあ非常に敵視されていた皇族とか貴族は迫害になりまして、まあ例えば ロマノフ家のように処刑もされております。ですので、その革命前後には貴族の一部は国を逃げ出してですね、その中の一部はさらに日本にもたどり着いて、日本では白系ロシア人と呼ばれました。共産主義のシンボルカラーは赤、それに対するカラーは白、なので白系ロシア人と呼ばれたそうです。特にですね、当時の神戸にこの白系ロシア人は多かったようでして、モロゾフのプリンで有名な創業者のモロゾフ・ドミトリビッチ・ヒョードルさんは有名ですよね。また読売ジャイアンツで活躍したビクトル・スタルヒンさんもこの白系ロシア人にあたるそうです。そういう状況でしたので、ソ連社会では元貴族の名字だと出世できない、あるいは出世にも限度があるということだったんですね。なのでそういう場合には名字を変更したということです。このお方の場合もまさにそうで、さらに出世するためには名字を変えざるを得なかったんだと思います。ちなみにこのお方はプーチンさんと同い年ですが、当時の役職はだいぶ上でした。まあ本当ね、しつこいようですが、やはりただものではありませんでした。ところで、当時私はですね、井上靖さんが書いた小説オロシア国粋無端を読んでいました。主人公は船頭をやっていた大黒屋光太夫です。彼は1783年の1月に伊勢から江戸へと向かっている途中、嵐にあって、それで舵が壊れてですね、8ヶ月間海上を漂流します。そしてアラスカ領のアムチトカ島に漂着します。当時アラスカはロシア帝国の領地でした。光太夫らは木造の船を作って4年後に島を脱出し、カムチャッカ半島にたどり着きます。日本への帰国申請を行いますが、当地の役所では受け付けてくれないために、光太夫らは当時の皇帝女帝エカテリーナ2世へ帰国を懇願するために、極東からペテルブルクを目指してユーラシア大陸を横断する旅に出るというのが概要です。ちなみにですね、以前お伝えしました椎名誠さんの著書シベリア追跡は、この大黒屋光太夫の痕跡を追った旅をリアルにレポートしたものですので、ご関心のある方は合わせて読んでみると面白いかもしれません。光太夫は旅の途中で仲間を失ったり、またその一部はですね、土地で結婚して住み着いたりして、最終的にはですね、まあ私の記憶だと2人ぐらいでペテルブルクまでたどり着いたと思います。光太夫はいろんな人の助けを借りてですね、奇跡的にエカテリーナ2世に面会した際に、
事情を聞いた女帝はですね、おい、じゃおか、と言ったそうですが、まあ、井上靖さんの小説では日本語で、おい、じゃることか書いていたのが、なんとなく微笑ましかったですね。おい、じゃることはですね、まあ、かわいそうに、とそんな意味です。なぜ突然この話をしたかというとですね、実はこの中将さんの先祖がですね、この物語に出てくるからです。それが誰なのかは意地悪ですが言いません。ある日ですね、車で送ってもらっていた時にですね、私は後部座席に座っていたんですが、まあ彼に対してこの高太夫の話をしました。ミラー越しにしか、まあ運転中の彼の反応は見れませんでしたが、目だけではね、表情がわかりませんよね。これはまあプーチンさんも同じですが。まあ、ただ彼は一言ですね、人生は巡るものだよ。と言いました。日本を出た一回の脱藩浪人が、今世でもペテルブルクからモスクワへと居場所を変えた偉い人に会っている。私はですね、自分は坂本龍馬だと思ってたんですが、実は大黒屋光太夫だったのか、などとですね、ちょっぴり複雑な気持ちになりましたが、まあですね、この奇跡は一生忘れません。瞑想は人生を豊かにさせてくれますよね。ところでですね、私は1999年にモスクワの書店で売られていたあるものを買いました。それがこれです。ロシアのフリーメイソン辞典、1731年から2000年版です。この本はですね、西暦2000年を記念して販売されていたんですが、興味のあった私はすぐに購入しました。ここでですね、ロシアのフリーメイソンの起源についてサクッとお伝えします。ロシアにフリーメイソンが現れたのは18世紀前半の1731年と言われております。英国のグランドロッジのグランドマスター、ロード・ローベルが、ジョン・フィリップス大尉をロシアのグランドマスターに指名したのがこの年だと言われております。ドイツからやってきたピョートル一世は1682年から1725年に在位していましたが、彼がメイソンを欧州から引き連れてきたという説もありますが、文書などの証拠がないため、文書で証明される1731年が、ロシアのメイソン元年とされております。1740年代に入り、イギリス人ですが、ロシア皇帝軍の将軍だったジェームス・ケイスにより、いくつかのロッジが建設され、メイソンが広まっていきます。この時代までは、名前からもわかるように外国人の名前が多いんですね。1750年代に入ってくると、徐々にロシア人のメンバーが増え始め、ロシアのボロンツォフ伯爵が指揮するロッジも登場します。1770年代に入ると、イヴァン・エラギンという人がベルリンのロイヤル・ヨークリッジからロシアで初めての地方のグランドロッジの開設許可を得てグランドマスターとなりました。このエラギンが運営するグランドロッジの管轄下で14のロッジが働いており、そうやってロシア帝国の首都であったサンクトペテルブルクでメイソンは拡大していきます。しかしエカテリーナ2世の時代には当初女帝はですねメイソンを受け入れてましたが1789年から始まったフランス革命運動を見てですねメイソンの拡大に脅威を感じて女帝はメイソン狩りを行います。しかしメイソンを淘汰することはできなかったようでその次のパーベル1世そしてその次のアレクサンドル1世もメイソンの陰謀により殺害されたと言われております。まあざっくり話すとこんな感じです。日本ではね、陰謀論といえばフリーメイソンということで有名ですよね。まあよく言われるようにですね、メイソンが影の政府で世界を動かしているのか、私にはわかりません。ただまあ米国のね、歴代大統領の多くがこのメイソンのメンバーであって、また一方でですね、共産党宣言を書いたカール・マルクスもメイソンです。まあここでは省きますが、ロシアの歴史的に有名な人にもメイソンはたくさんおります。まあ、瞑想について語ると長くなりますので、また別の機会にね、お話したいと思います。話を元に戻すとですね、この瞑想辞典なんですが、私は早速ですね、当時の大統領だったエリツィンさんの名字を調べました。しかし、載ってませんでした。そして、プーチンさんも調べたんですが、載ってませんでした。それからですね、当時のモスクワ市長だったルシコフさんも調べたんですが、載ってませんでした。ただ、ルシコフさんはですね、本名はカッツという説もあってですね、ルシコフという姓は奥さんの方から取ったと。で、本名はカッツであると。ということで、カッツも探したんですが、ありませんでした。でもですね、そのお偉いさんのように名字を変えなければいけなかった人もいるわけですからね。それを考慮すると、これだけで全ては言い切れませんが。一方、しっかりとこの時点に乗ってた家系としてはですね、90年代ですね、肩で風を切って歩いてた、そしてプーチンは生意気だと豪語していたオリガルヒのベレゾフスキーさん。二つの家系が乗っております。そしてですね、チェルシーのオーナー、今も大金持ちのアブラモービッチさんも載っております。その名字が載ってるっていうだけで本人が載ってるわけではありません。ちなみにホットな話題でいけばですね、ウクライナのポロシェンコさんの姓はありませんでした。
そしてですね、ウクライナのオリガルヒのコロモイスキーさんのせいもありませんでした。ただしですね、ゼレンスキーさんのせいは3つの家系が掲載されております。1つ目の家系はリトアニア系、2つ目の家系はロシア系、そして3つ目の家系はウクライナ系でチェルニゴフ出身だそうです。ちなみにですね、チェルニゴフっていうのはキエフの北北東にあります。この3つ目の家系のゼレンスキーさんはピョートルさんというそうですが、1794年にチェルニゴフの貴族によってハリコフの知事に書生として使えるように指示され、それからウクライナの議事堂へ転職しています。その後はペテルブルクに行ってることから、まあ、ゼレンスキーさんの先祖と入れるかどうかは謎ですが、まあ、なかなか面白い話ですよね。ということでご紹介しました。話をこのお偉いさんに戻すとですね、この方の先祖はバッチシ名字が載ってました。まあ、私はある時ですね、直接ですね、こういう名字が辞典に載ってますけど、って聞いてみたんですね。そしたらですね、ああ、そんなおじいさんがいることは聞いたことあるよ、と軽くおっしゃってくれてですね、いろいろ聞いたんですが、まあ私がね、辞典で読んだこととほぼ同じことをおっしゃっていたので、まあ間違いはないと確信いたしました。なるほどですね。革命の中ですね、逃げる貴族もいたんですが、まあ彼の先祖が逃げなかったと。まあその理由はここにあるのかな、と私は想像しましたね。まああくまでも想像ですけどね。ただですね、まあロシア革命がですね、まあ教科書に載ってるように、その王政に不満を持つ市民が立ち上がって起こした民主的な革命とかいう説ではなんとなくなさそうですよね。ちなみにですね、2004年ウクライナではオレンジ革命が起きました。このお偉いさんの知り合いがそのキエフの大学で教鞭を取っていたようですが、まあ生徒たちにお金を支払ってデモに参加するよう呼びかける勢力があってですね、実際に学生たちはデモに参加してお金を稼いでいったとのことでした。確か2000ドルぐらいとか言ってましたかね。まあね、こういった革命の本質とはそんなもんなんだろうな、と思いました。ところでですね、日露関係の話はというと、まあ前回お話ししましたそのナホトカパイプラインの失敗もあってですね、このお偉い方とは日露友好関係の構築というよりは投資案件のような話がメインとなってました。ただですね、このロシア側が提案するプロジェクトが、例えばジェット燃料の販売とかですね、石油採掘のためにこの土の下を空から分析する専門の飛行機とかですね、まあモスクワ市内の一等地のビルを買い取って日本村を作る案などですね、とても話がでかくて、まあ私の実力不足も甚だしくですね、期待に応えることはできませんでした。まあそれとやっぱパイプラインの件で日本側の反応を見て、結局ロシアと友好関係を本気で結びたい政治家なんて日本にはいないんだというね、失望感からですね、私も以前のようなやる気は徐々になくなっていっていました。まあ時期はですね、鈴木宗男さんとか佐藤勝さんとかは無実の罪で牢屋に入れられてですね、安倍さん自身はまだ若手で、まあ時が悪いと。そういう意味ではタイミングも重要なのかもしれませんね。またこのお偉いさんのところに行くと様々な偉い人に会いましたが、まあ印象に残ってるのはですね、極東の艦隊のね、元提督が来てたんですが、まあとにかくね、ズーズーしいというかふてぶてしい人で、プーチンさんの悪口は言いまくるわ、このね、お偉いさんに対してもめちゃくちゃね、上から目線で喋るわ、ほんとね、大変でした。私を見てですね、なんでこんなとこに外人がいるんだ、一体何しに来たんだと、まあ初対面のくせに失礼なと心の中で思いましたが、まあその時にこのお偉いさんがですね、まあまあ彼はナーシュだからと言ってくれたんですね。まあその時に思わず嬉しくなって、まあこんな変な提督のことなどどうでもよくなりました。まあこんなね、広大なロシアの地方でね、トップとかになるとですね、王様にでもなった気分になるんでしょうが、まあこれって結構ね、ロシアあるあるでして、こんな濃いタイプがですね、軍や地方のトップには多いんですよね。そうなので中央政府の方でガツンと押さえとかないと、もう本当何をしでかすかわからないんですよね。これはね、外から見ると独裁とか言われるんでしょうが、まあね、民主主義にもね、それぞれの国にあった民主主義があっても私は良いと思います。まあですね、このお偉いさんにはいろんなものを見せていただきました。ソ連版 UFO の写真もありましたね。ただ本当に忙しい方で、私がよく待たされていたのも、いろんな人と会ったり、またね、その一般人が記入する、まあある書類の申請フォームを作っていたりですね。ああ、こんなね、超エリートが記入フォームを作るから、ロシアの申請書って文字がたくさんで小さくて、記入する枠がめちゃめちゃ小さいんだろうなとかね、そんなこと思ったりしましたね。ある時このお偉いさんがですね、PC で作業してたのを待ってたんですが、その後一緒にどっかに行く予定で、彼が立ち上がった時にですね、
彼の軍服の上着をかけてあげたんですね。そしたら彼が振り返ってですね、おう、ニキータは孫の代までこのことを語り継ぐだろうな、と言われました。その時は私は意味がわかんなかったんですが、まあ今ではなんとなく意味がわかるように思います。はい。このお方は本当にね、忙しい方で、まさにね、月月火水木金金で休みはありませんでした。私も呼び出しがあれば土日など関係なしにすぐにオフィスに行ってました。しかし案件はどでかい案件ばかり。まあね、もし成功すれば私は今頃ね、その南の島でね、カクテルを飲んで暮らしてたんでしょうが、現実はそう甘くありません。まあそういった日々が続いて、結局はまあ私も着実にね、入る収入が欲しくなってきまして、その後はですね、このお偉いさんとも、まあ連絡も徐々に途絶えるようになっていきました。最後に連絡があったのは2018年の大統領選挙の時でした。突然知らない番号から電話が入って、普通ね、私取らないんですが、知らない番号は。まあその時は少し酔ってましたので、パッと出たところですね、あのお偉いさんでした。まあ、かれこれ10年ぶりぐらいでしたかね。そして元気にやってるかとか聞かれてですね。そして今度ついにバロージャを落とすぞって言ってました。バロージャっていうのはあのウラジーミルっていう意味なんですけど、まあつまりプーチンさんのことなんですが、まあね、まだお元気にやっておられるのだと安心いたしました。その他にもいろんな経験させていただいたんですが、まあ言えないこともね、たくさんありますのでお許しください。普通の人から見るとかなり危ない橋を渡っていたと思われるかもしれませんが、まあそうでもありません。はい。実際のところはですね。ただこういうお偉いさんと付き合う際にですね、私が一番心に留めておいたことは、借りを作らないということでした。権力者と知り合いになったら、自分も偉くなったような気になって横柄に振る舞う方もいると思います。それで何か問題が起きると権力に頼ってしまう。つまり借りを作る。そうするとですね、その見返りをしないといけなくなってくるものです。まあね、私はね、こうロシアでは外国人ですから、まあ警官に止められてね、イチャモンつけられた時とかですね、外人にとって面倒な問題が発生した時とかですね、この権力者に頼ればすぐに解決できる問題もあるんですが、あえてそれはしてきませんでした。武士は食わねど高用事じゃないですが、借りは作らない。このことはしっかりと常に心に留めておきました。今回も長くなってしまいましたが、以上が脱藩浪人がいかに1997年から暮らしてきたかのシリーズでした。このお偉いさんたちとの仕事の後は、私は普通のビジネスマンになっていきますので、まあ大して面白くないと思いますので、これで最終回とさせていただければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルのご登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。